えー、この度は私の不注意によりお酒をパソコンにこぼしてしまい誠に申し訳ございませんでしたあのなぜ謝ってるかというとですねあの中野とピロリ千葉ロット応援チャンネルキャンプをね見ながら配信するよというのをねやってたんですけども いやあとね中継も2日間だったんですけどそれより前にちょっとパソコンがねもうあの全く動かなくなっあの電源がねも,うもはや一応ねあるんですけど電源がねもう入んなくなっちゃったからそのためにちょっとねあのロッテよりやロッテのキャンプもね、あの他の球団に比べたら終わるの早いんですけどそれよりも早く。あの キャンプを終了させていただくということとになりましたキャンプというかキャンプ配信ですねゃあちょっとねダメですねやっぱお酒をとあのパソコンを一緒に置いちゃうねいけないということをちょっとあの学びましてまあね,ですねズーム配信でちょっとあの楽しいことをやってしまったんでね、まあ、しょうがないんですけどまあ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 これをね 教訓いやただ本当とにあのね結構あの朝から見てくれる方がねあの何人か、ね、何人とか結構いたんでそういう方にはねもしねまた来週やりますみたいな先週の木曜日ぐらいかな来週の月火やりますって言ってて僕もやる気だったんですけどねちょっとあの携帯だとまだちょっと配信ができないんであのちょっとねパソコンしかできないということで。 ちょっとまあ最悪どっかからね借りてくるみたいな方法もあるかと思うんですけど、どっか借りれたらね借りてくるんですけど、ちょっとダメだった場合はちょっともうすみません、ただ僕が何も配信せずにロットのキャンプを見るぐらいしかできなくなってしまうんですけど、すみませんね、本当に。いやいやいや、もう本当に気をつけていきましょう。毎日何かしらをねミスを起こす。 あの謝罪動画ね先月は福袋来ない謝罪動画を上げてそれであのなんとかねせっかく福袋が来て福袋開封動画をやってお調子いいぞと思ったら今度はパソコンですからね僕はねこんなね謝罪をして生きていきたいタイプではないんですけどねまあでもさすがにね見てくれる人とかがねいるんで本当にちょっとね今もう本当に申し訳ないなと限り本当に今後は あのー、もしパソコンが治った時はあのー、ねちょっと飲み物と一緒にしないようにね途中まではちゃんと下に置いといたんですよ一回上にあの、ね、机の上に置いた瞬間に手がぶつかっちゃった当たるっていうまあねそういうこともあります本当ね,と,ね、まあ、というわけでだらだらとしゃべってしまいましたがちょっとあのまたね パソコン直りかかしらのの配信ととをやっってていいきたいと思ってあのピロリさんがでもあのキャンプまとめ動画をねあの夜に上げてくれるんでそこでちょっとすいませんけど情報はね、うん、これねあのー、パソコンに水こぼして水というかお酒こぼしてかわいそうだよとかこいつ何やってんだよとねお前のせいだよと思った方はねぜひチャンネル登録をねとかいいねとか 触れたらとても嬉しいんでよろししくお願いいますということでまたあのお会いできることパソコンにあったお会いできることを楽しみにしてますので皆さんよろしくお願いしますということで今日も、ね、僕以上に悪い一日になる人は多分今んところいないんじゃないかなということなんで皆さん良い一日をお過ごしくださいということで以上2月の謝罪動画でした見ていただきありがとうございました